こんにちは。緊急小口資金20万円上限いっぱいで、まあ、融資がね降りたということで本当おめでとうございます。まあ今回の動画っていうのはアキラニックスさんが実際に申し込んで受給っていうのかな融資実行されるまでのことをレポートしてくれたわけなんですけども、まあ、音声もしっかり入ってましたので今回の動画良かったんじゃないかなと思います。まあ、ぜひねこの20万円をどういうふうに増やしていくのかっていうところまで、シリーズ化していくと面白いんじゃないかなと思いますよね。例えばね緊急小口資金20万円をこれをですね、まあ、そのまんま商品使ってしまうとなくなって終わりなんですよね。ここでちょっとね、ネクスト次回期待したいのが2つです。もう一回言いますけども、この20万円をせっかくチャンスを得たわけですから、これをねどのように増やしていくのかってことをチャレンジする。まあ、これね実際にやらなくてもどういうことが考えられるかなっていうだけでも何点か挙げると、まあ、追加の動画ができるかなってことですよね。あと一つはね返済計画どうなってるのかなってことなんですよ。20万円借りてそして来月から返さないといけないのか、いやいや1年後の何月からか返さなければならないのか、それともね数年後から返済が始まるのか、この辺が分かるときっとね、この緊急小口資金を利用しようとする方にはちょっとヒントになるんじゃないかなと思いますけどもね。よろしかったらまた動画作ってください。ありがとうございます。